予約あるある。やばいやばい、急がないと。朝一で小児科予約しに行かないと行列できちゃう。いい予約のために早起きしがち。7時半ね。これだけ早く到着したらさすがに一番乗りでしょう。ゲゲゲゲゲ、もう先客いるじゃん。めっちゃ早く予約に行ったのに、すでに先客がいた時の残念感。ゲゲゲゲゲ、マジかよ、今日休診じゃん、最悪。一番を狙って予約に行ったのに休診日だった時の悲しみ。3名様の孫悟空様。予約表にバレバレな偽名を使う人。夕食時間は何時にしますか？何時にしよっか。18時くらいにしとく？いやー、でも今から温泉に入るから間に合うかな。確かに、どうしよっか。宿泊先旅館の夕食時間予約にちょっと悩みがち。はい、本日20時に6名様ですね。はい、大丈夫です、お待ちしております。ちょっとその時間無理、予約埋まってるよ。ダブルブッキングしてしまった時の焦り。お願いします。この方毎回10分くらい遅れてくるの、どうにかならないかな。悪いって思ってないよな、きっと。予約時間に毎回遅刻してくる人いがち。小田さん、どうぞ。あ、はーい。あれ、私順番抜かされてない？一体どういうことよ。自分より後に来た人が先に呼ばれた時の不安感。